皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。今日は昨晩雪降りましたのでね、スノーボードでちょっと滑りに行ってきたいと思います。まあ山に少し入ってピットチェックやシーズン前の動作確認などバックカントリーの今シーズンスタートの準備をしていきたいと思います。でこれから歩いてすすきのまで行ってバスに乗って行こうかなと思ってます。では行ってみましょう。今回の装備はスノーボードということでスノーシューをつけていました。このラッシュ SK42、中にはヘルメットも入れてます。では行ってみましょう。雪が積もりましたね。ああ月も出てる。今朝の札幌の様子バス停に着きました。結構バスは人が多い。札幌国際に着きました。天候がちょっと悪いですね。バックカントリーエリアはあんまり離れないところでピットチェックなどトレーニングしたり動作確認したりして見たいと思います。まあ、まずはゲレンデ滑ってみようかな。ゴンドラに乗りました。お疲れ様です。はい。YouTube の撮影してるんですよ。ニュー装備ですね。ワンデーのバックカントリー装備ですね。今日は天候悪いから深くは入んないでちょっと雪質とか状態、確認しにちょっと入ってみようかなと。穴掘りに来ました。穴掘り。うん、ピットチェックね。ゴンドラ山頂駅も近づいてまいりました。ゴンドラ山頂駅に着きました。いや、札幌国際スキー場の山頂駅ですね。まずは一本滑ってみます。ゴーグルつけなきゃね、忘れてた。札幌国際ゴンドラ山頂です。ここが国際の山頂カフェ。ソフトクリームなんですよ。はい、ソフトアイスクリームマウンテンポップアップロケール SKS 札幌国際スキー場 SKS。
じです。こんにちは。こんにちは、どうもです。どうもです。いやー、どうもです。いやニュー。どうですか、今日。いや、もう最高ですね。ってかメンズも最高じゃないですか。いやー、札幌国際さ、バスで来たのよ。バス？バス。今日？今日。嘘？うん、リアル。リアル？いや。結構辛くなかった。うん、快適。すすきの駅まで歩いて行って。すすきののとこからさ、バス乗ってさ、着いて。で、ちょっと何本か滑ったらさ、いや、ミノッチだとかあったからさ、ああそかそか、うん、それで一緒に滑って。で、一緒に滑って。で、またバスで帰るの、今日。うん。やるー。いや、だから一連の、今日ほら、YouTube、断蔵チャンネルやってるからさ、ね、チェックしといてよ。見ます。見るもん、うん。それ全部出るの、今日、そのバスの中で。うん、そうそう、全部出る。だから、このインタビューも出るからさ、ちょっと自己紹介してよ。ニール・ハートマンと言います。49歳。49歳。アメリカ、サンディエゴ生まれ。サンディエゴ。サンディエゴ。雪ないところ。そうなの？雪、砂漠です。うん。だから、そこを辞めて北海道に来ました。うん、雪を。で、カーダンチで。で、カーダンチ14年ぐらいかけて、はい、10作ね。やりました。あースーパースター、美濃祐介。美濃くんね。あの、一番ハードコアな。ハードコアな。あの、木材でカーダンチを作って。そうだよね。車の上にテント張って寝る人ですから。はいはいはい、一番のハードコアです、嬉しいわ、後ろはそう、これ札幌国際のドローンで撮った写真、うん、去年かな、うん、ちょっと 春で、ね、うん、駐車場溶けてるけど、うん、はい、結構みんなここに来てね、うん、これ見て、うん、あ、ここ今度行こうとか、その滑るラインもいろいろチェックしながら、あ、あのやってる人結構いますね、あ、山の情報がここに詰まってるから、はいはいはい、で、あっちの写真もう一個あるけど、うん、あれはあのこの登った浅い、うん、上の方登ったところで撮ったやつで、あ、なるほど、ね、いろいろ裏山も見えるから、はいはいはい、いや、いいですね、みんな見に来てください、うん、いいな、断層チャンネル、よろしくお願いします。いや、すげえな、バスで来たの。そうだよ、それ結構もう世界10カ国ぐらい字幕つけてるから、ワールドワイドでみんな見てて、見てる、うん、そう、商品紹介とかもやってるんですか。うん、アークテリクスとか、ノローナ、ティラック、クレッタルムーセン、はいはいはい、うん、北欧ブランドとか、北欧ブランド多いんでね、うん、結構でも、うん、アークテリクスはメインの専門店では、そうなんだ、うん、あ、いいものばっかりだね、そうですね、はいはい、どこ滑るんですか。え、いつもどこ滑るんですか。いや、先シーズンはキロが多かった。あ、キロロ、うん、でも今シーズンは、うん、国際行こうかなって。あ、嬉しい、ね、ね、キロロに一回ハマったらなかなか抜け出せないよね、うんうん、でも国際バスで来る、そこで誰かしらいいの、そうだよね、うん、札幌市だから ね、 ね、キロロ行ったらもう小樽だもん ね、 ね、うん、バス、え、それリフト券とセット、うんとね、今日はシニア券で2,000円、お、うん、え、いや、そうか、1日券が本日私2,000円ですからね、安いね、うん、ね、55歳から、そう、深夜、そう、ああ、来年変わるんだよね、うん、そうなの、上がるんですよ、5年、そうなの、60歳からなんです、だからまた値段が普通に戻る、いや、すぐすぐすぐまた2回目の深夜2回目の深夜受けるな、ねえ、いけるんですよ。いや、お店どこなんですか。あの、サブロク沿いの豊平橋の、はい、すすきの側、左側、すすきの側の左側、うん、おー、OK、あのブライダルサロン、はい、あー、なんかあるね、あるあそこの前あった、あ、うん、あ、分かった、あのガラス張りの、そう、お、ずっと気になってたんですよ。あそこの店。そう。そう。アークテラクスとかいっぱい飾ってるもんね。いや、そこ。そうそうそう。いつも札幌ファクトリー行くときに、うん、そこ左に曲がって、いや、そこファクトリー行くのね、うん。そこ最高。うん、最高。車も止められるし。ね、カフェかなんかだったんですよ、その前は。かもしれない、ね、うん。あー、行きます。ぜひぜひ。行く行く。ね。うん。よろしく。そう、すごい見てて、はい、なんかかっこいいし、ブランドもかっこいいし、うん、え、ここ気になる、一回行かなきゃって、ずっと思ってたんですよ。はい。やった。ああ、行く行く。はい。じゃあ、ということで、はい。ねえ、皆さん、よろしくお願いします。山頂カフェ来てください。イエーイ。お待ちしております。美味しいソフトクリームと、うん、飲んでくれてるコーヒーと、ね、コーヒーと、は、食べ物もあるし、なんかこういう写真とか、ね、こう山のこの山頂の雰囲気をずっとやりたかったんですよ。
スノーボーダーとかスキーヤーの気持ちがこうグッと入ったこういう集まり場ができたらいいなと思って、はい、それやってます。来てください。みんな札幌国際スキー場の山頂のカフェにニールがいるからね。みんな遊びに来てよ。来てください。どうですソフトクリーム。うん、これ濃厚だけどさっぱりして美味しいね。ベリーデリシャス。うまいです。うまい。ニール、このコクがあるけどさっぱりしてるっていうのはどういうことなの？あのエタン別のね、すごいこだわってる牧場。エタン別の牧場、そこの人がすごいこだわってやってるんですよ。牛18頭しかいない。18頭の小さいところで、うん、なこの無添加っていうか何も、はい、あの薬品とか変なもの入ってなくて、すごくいい牛乳なんですよ。エタン別、エタン別、旭川のちょっと、うん、あの高須インターから20分ぐらい北の方に走ったところに、はい、そこそばが多いんですけど ね、 なるほどね。そばの作ってるところだけど、うん、そこで牧場やってて、伊勢ファーム、そこでもね食べれるんですよこのソフトクリーム、ね、ぜ夏ね、夏行ったら食べれるんで、うん、そこから取り寄せて、はいはいはい、このソフトクリームに惚れ込んだんですよ、うん、いや美味しいもん。美味しい。あの、うん、なんかあの喉乾かない。そうだね、コクがあるけどすぐさっぱりして、そう、うん、喉越しがいい。甘すぎずにね。ここの山頂は標高1100メートルですからね。いや、ミルクダンス、ソフトクリーム、いや、よし。お疲れ様です。いや、滑りも良かったね。さっきちょっと追い取りして取れてるかな。どうだろう。まあでも今シーズンも三輪君よろしくお願いいたします。ね。カーダンチ、美濃祐介でございます。札幌ローカルのプロライダーですからね、レジェンドでございます。これからスノーシューをつけてピットチェック、雪の観察をしてみたいと思います。ツアーかな。MSR オペレーション D ショル
スコップは短く。ちょっとコンプレッションしてみますね。雪の柱をカッティングして掘り出してみました。ここに弱層があるならそこでスパンと切れる。それはスコップのブレードを押さえて手首から。安定してます。肘から。まあパウダーで沈むんですけど、かなり雪は安定してますね。ずっと温度の変化はなく、霜ざらめ層など中で弱層となる要因が成長しなかったんだと思います。実際にはまあこの倍ぐらいは掘ってというところの斜面ですから、そこの上のこの積もった部分がなだれるのか、まあどこでなだれるのかっていうね、弱層をちゃんと見て、その自分のいる状況の雪の状態というのを把握する。実際には今樹林帯の中でやってますんでね、スキー場もすぐ近くにあります。今日も天候が悪くて、もう少し山の風景をね楽しんでもらいたかったんだけれども、まあ今回も、帰りの時間もありますんでね、まあこんな感じで弱層テストらしいことをやってみましたよ。よし、もう戻しますね。こんな感じでちょっと雪の様子を観察してみました。じゃあスキー場に戻りましょうか。ちなみにプローブ、はい、1100メートルの山頂付近の積雪は120センチでした。今回の動画いかがだったでしょうか。ワンデーのバックカントリー装備を背負ってスキー場で遊んできたわけなんですが、今回スノーボードでのバックカントリーのギアを入れるのにちょうどいいサイズなんですね。スノーボードあるいはスノーシューのアタッチメントは素早い装着が可能です。ヘルメットを入れてるんですが、ゴーグルをケースに入れてちゃんとマチがあるんですね。余裕がある。メインのコンパートメントがいっぱいになってもゴーグルの出し入れはスムーズ。しっかりと内側にスペースがあります。ヘルメット、ハイロフトなノローナトロールベゲンダウンジャケット、まあこれを持ってって着てたんですが、寒い環境での保温力のバックアップに余裕があるダウンジャケットを入れてもいい。折りたたみ式のポール、これも中に入るのもいいですね。
プラスアルファの保温力、ヘルメット、フルカーボンの組み立て式ポール、マウンテンキング、トレイルブレイズを持って行ってました。大変軽くて、スノーバスケットを装着して雪用にして、いいでしょ。フルカーボン軽いんですよ。スキーヤーならハイクアップも滑りもポール使うけど、スノーボードは基本滑るときはハンドフリーですからね。ストックもサイドポケットからさっと取り出せますから、ね、そして撮影機材、バッテリーやさまざまな電子機器も含めてプラスアルファ持っていける。スキーならこちらの32の容量いいと思いますね。スノーボードはスノーシュー、スノーボード、上り下りどちらかはこの背面にアタッチメントすることを考えると、パッキングしちゃった方がヘルメットやポールは中に入れてしまう。そのサイズ感がラッシュ SK42 バックパックは大変使い勝手のいいサイズ感でした。実際にバックカントリー装備を背負って行動して、そしてアバランチギアなどの出し入れ操作性、それを今回確認してきましたが、正直32リットルマックス40リットル入るラッシュ SK32 の容量でもワンデーならいけるんじゃないかと思ったんですが、スノーボードでのバックカントリーシーンにおいては、ヘルメットを中に入れる分の容量を考えたときに、この42というのは機能的に入れる容量のサイズでした。今回動画の後半は、スノーシューを履いたり、ピットチェックをしたり、その様子を早送りにして、すべてのムーブを収録した次第です。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。そして本日、一日一緒に遊んでいただいた札幌のローカルスノーボーダーの皆さんも、ニールも、ミノ君、皆さんご一緒に遊んでいただきましてありがとうございます。また一緒に滑りに行きましょう。ね。ありがとうございます。